今何よりねパック単価が高いんで全然ね売れないんじゃないかなってね正直予想していたんですけれども、もうなんのめちゃくちゃねもう売れまくって、もう今どこにもないみたいなね状態になってますよね。僕もね発売してね、その人気があるってことを知った後で、ね、2、3日後ぐらいにちょっと探しに行ったんですけれど、僕がね住んでる鹿児島県でももうどこにもね置いてないみたいな状況で、これはもうゲットできないなと思っていたんですけれども、なんとかねギリギリ一箱確保することがねできたので、今日はこれを開けていこうと思います。で、これをね僕がゲットした経緯なんですけれども、今 Amazon で見たらね定価1万1000円のところがねもう1万6500円くらいで、ね、転売されていて、もうそれでね買うの絶対嫌だと思ってたんですけど、これ転売でね買ったわけじゃないですよ。何でゲットしたかっていうのね、冒頭にね映像がちょっと流れたと思うんですけれども、あれは自販機ガチャでねゲットしました。500円のね自販機ガチャが鹿児島県のね漫画倉庫であったので、で、それがね僕がちょうどめっちゃねこれを欲しいってね思ってた、どっかでゲットしたいなって思ってた時に、その漫画倉庫のねツイッターで商品入荷しましたみたいな感じでこれが出てたので、もうこれは絶対にゲットしたいなと思ってね、もうそれめがけてね行ったんですけれども、これはねゲットしに行こうとね思ったんですけれど、さすがにね一人でこの自販機ガチャにね挑戦するのはなかなか勇気がいるなと思って、僕がね最近デュエマの大会とかでね一緒に行ってる友達がね DMP 仲間が2人いるんですけれども、そのね DMP 仲間に連絡をして、ちょっと一緒やらんって言ったら、ね、なんと来てくれてね、もう本当何その日即日だった、即日っていうか何もう なんつった行き当たりばったりじゃなくて当日にね連絡してね、来れないかって言ったらね来てくれて、で、その二人のね協力もあってね、なんとかね当てることができました。なんとか当てることができたというか、めちゃくちゃこれ奇跡なんだよね。自販機ガチャやったことある？ない。500円のねガチャだったんですけれども、僕もね全然その自販機ガチャ的なものにやったことなかったからね、知識もなかったんですけれど、ちょっと待って揺れるかね、やめてもらっていいですか？ごめんなさい。一緒に行った友達が割とねこういう愚痴の動画とかって結構 YouTube とかでもさ人気あるんじゃないの、ヒカルとかがやったりするんじゃないの、ね、なんかそういうので見ててね、どっかしらか一点狙いでねやった方がいいっていうのもね教えてくれたし、あとねなんか7個ボタンの配置があって、その中からさどっか一点集中でさ狙おうって話だったんだけど、なんか真ん中と端っこはあんまり入ってないみたいなこと言って、右から2番目のボタンでねなんか やろうかっていうことになって、もうそこ一点集中でずっと狙ってたんだけど、映像にもねあった通り、これのね他にも当たりがね5個あって、で、一番上からエモーショナルハードコアの筋トレジャーで、2番の箱がこれ で3番目がねグレートフルベンの筋トレジャーで、4番目がエブニア主催の筋トレジャーで、5番目がこれのね通常なだから、5分の1なのよね。で、それの、ガチャで鍵が出てきたら、その5個の中から鍵開けてねもらえるよっていう感じだったんだけど、だからまずここで5分の1だし、そのボタンもさ7分の1に入ってるか入ってないかもわからないみたいな感じで、500円ずつね入れていったんだけど、もうボンボコさ外れのカードの束がねゴトって落ちてくるの、もうそのね重量感、落ちてきた時の重量感で、あ重量感あるわとか言って、で、僕がねメインでやろうとしてたから、これのね定価が1万1000円ということで1万円ぐらいはね覚悟してたんだけど、ちょっとねやっぱやったこともなかったからさ、もうその外れがねどんどん出てくるのでかなりね心がやられてたんだけど、ちょっとねその2人の後押しもあって、で2人もね2人合計で5000円分ぐらいはね一緒にこう突っ込んでやってくれて、同じねところでやり続けたんですけれど、なかなかね出ないという中で、で鍵が出てきてもさその5分の1でどれかもわからないっていうさ、もう怖さもあってさ、もう涙ながらにねもう1万円突っ込もうとりあえず
1万円まで突っ込もうと思ってやった、まあ、僕が払った1万円目、まあだから合計で言ったら多分ね20回以上回したその1万円目で鍵がね出てきたつって、で、まあ、鍵もさ5分の1のどれかだからもうドキドキで、もうそこからすでにアドレナリンがすごかったんだけど鍵開けたら今ゲットで、すごくない？やばいよね。確率的にもうこれ目当てで行ってこれ当てるのって相当すごいと思うんだけど、まあなんとね1万円でだからゲットすることができました。その2人のね協力もあって、いや本当に2人ともありがとうございました。2人ともありがとうって感じで、まあ定価1万1000のところに1万円でゲットで、なんなら今 Amazon で買ったら1万6500円だから、あのそれよりね全然安くゲットすることができて、まあおそらくねあの鹿児島県今どこ探しても売ってないから県内最後、わからんわからんけど、どっか他のねあのお店とかでそういうくじとかもね景品になってる可能性もあるけれど、まあ僕が知り得る限りの鹿児島県内最後のねこのアドレナリンパックをゲットすることができたということで、いや
初版限定というか、その最初でね吸ったもの以外も再生産とかされないから、在庫がねずっと切れてる状態だから、あの再入荷とかしないんだよね。だからどこにもないっていう感じなんだけど、まあ、だからそういうところもあってね、かなり人気が出て、ちょっとね、何転売とかもされてるようなパックになってるっていうね感じです。まあこれがでもどうしても欲しかったからゲットできてね、本当よかった。でこれね今箱も開いちゃってるんですけれども、これなんて開いてるかっていうと、そのねもう喜びをね分かち合うために、そのね手伝ってくれた2人に、ね、手伝ってくれたから2人もお金出してね、回してくれたんで、ちょっと2パック、2パックで1人1パックずつねサインを渡しました。で2人がね開けたものもね一応写真撮ったので、こんな感じ、まあ、そんなにね大きな当たりは出なかったという感じでしたけれども、まあ一応ね2人に感謝の意を込めてお渡ししました。本当に2人はありがとうございました。ということで、まあ、2人に渡したので、10パック中の残りが1、2、3、4、5、6、7、8パック、質はそのままなのかな。で、
ル仕様のね、ノーマルカードが入ってるって感じ。これのね、なんだっけあれ、アビスロイヤルのね、新しく出たブルームプルーフっていうカードが、このホイール仕様のやつがね、1500円ぐらいするんだよね。ちょっとそれもね、できれば狙っていきたいなというところでございますね。はい、とりあえず1パックこんな感じ。まあでもマーダンローがね、いきなり出てくれた。嬉しい。これでしかもね、多分今マーダンロー出たからって、もうマーダンロー出ないみたいなことないと思うんだよね、確か。割と排出はランダムな気がするから。どんどん開けていこう。どんどん開けていこう。やばい、アドレナリン出る。もうでもさ、ちょっとそっちで、運をね、そっちってこれを引き当てるまででさ、運を使い果たしてる説があるよね。もう開けれるだけありがたいと思えよっていう、ね、感じではありますけど。2パック目いきます。シルシャル、シルシャルロット、ケニグワイト、はい、ね、なんちゃらかんちゃらね、醤油器具ね、呪文カードなんで、トトガンピッチ、こっからかな、次 VR、 次がバルベキュラのね、ちょっとキラ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 バージョン、アドレナリンバージョンで、こっち SR は確定なのかな、あ、 SR は確定なんだね。おお、やった、かわいい、これガーリングフェアリーだっけ、マナをね起こすか、かわいくない、かわいい、いいよね、これもねちょっとキラキラ特別な光り方してますね。でこれのね、もう一個ね、別バージョンで文字入りのねバージョンもあったりするんだよね。そっちの方がレアなんだけど、まあまあこれも嬉しいですね。で次が20スワークシークレット的なやつかな、あですね、これがオールインワンエラクです。これね、これ最初強いと思ってたけど、なかなか使われてないですね。もっとね、デッキの開拓進んでほしいな。で次がトレジャーと、トレジャーのラズの山パンツァ、はい、こんな感じ。なるほどなるほど、まあまあ、SR とか VR はね絶対出てくれるから、普通にこう開けてて楽しいね。まあでも1パック1100円って考えると、ね、そうでもないカードもあったりするので、なかなかね上振れ下振れはありそうかな。ちょっと8パックしかないからなかなかゆっくり開けたくなっちゃう、緊張するわ。1パック1パックが、まあ、1100円だから、しかももう手に入らないパックだから、なかなか緊張するよね。それパッターンもちょっと喋っていいよ、喋ることがないよね、分からんもんね。はい、3パック目いきます。小林ジアマリン、ね、小林さんで、シュプールフェアリーかな、これ可愛いね。やっぱスノーフェアリー系はね、新しいものも全部可愛いよね。でレバレッジドリフト、海パンの化身、何トーテムだ、1440トーテム、ね、次が VR かな、はい、 VR がアカシックビジョン、文字は入ってないね、やっぱ光り方がかっこいいと。んで SR が、あー出た、これは、あ、じゃあこれじゃないか、これじゃないわ、このね、なんか絵柄によってねパワーが違うね、同じ名前のカードなんだけど、値段じゃない、レアリティによってねパワーが違うっていう、ちょっとなんか騒がせたねカードがあるんだけど、これじゃなかったかな、確かに。でもこれかなり強いね、 SR ですよね。さあ次がシークレットワークかな、次がじゃあ、おー来た、ジャブラット、でもオーバーレアがここに入ってくるんだね、オーバーレア、まあ、ジャブラット、これも文字がね紫に光ってるんで、これもまあアドレナリン仕様のオーバーレアかな。こいつがマジで強いんだよ、こいつマジでアビスロイヤルね、ほんとこいつで革命がね起きてますね今、やばいカード。で次がトレジャー、黒トレジャーも出るんか、はい、暴れマックスですね、これはまあそんなにかな、はい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 、って感じで、いやジャブラット普通に嬉しいわ、持ってなかったからね、まださ、あじゃあちょっと4パックまで取り返しまでいきますか。ボルシャックか当たるってやつかな、
イザー様がね使うボルシャックの新しいカードですけれど、なかなかねボルシャックは厳しいみたいね。普通に強いと思うんだけどね、なかなかデッキにはなってないという感じ。続きまして、はい、あ、アイネクライネ、これなんか、あ、光ってる光ってる、かっこいい。アイネクライネのシークレット、これね可愛いんだよ。イラスト通常版の方がでも割とねなんか妖艶な感じで可愛いイラスト、まあ、こっちもね普通にいい感じですね。次トレジャー、まあ、せーのでポイ、あー、どうトレジャーですね。ジャストラビリンスということで、はい、折り返しがこんな感じ。どうだろう。まあ割とね僕が欲しかった SR とか、まあ、オーバーレアのねジャブラッドだったり出てはいますけれども、まだなかなかねこの僕が1万円かけてゲットするにね見合ったあたりはね出てないという感じかな。ちょっとねもうちょっとね残り半分で引いていきたいというところでございますね。どうですかここまで。昔のね、なんだっけ、絵画を、ね、モチーフにしてるんだけど、これの元絵知らないな。
バージョンだね。これさっき出たクリストともまた、あ違う、さっきはバラフィオルか、 VR2 個続いたね。あ、そういうパターンもあるの。あれ今まで SR 出てたよね。あーなるほどね。あ、文字入りの VR っていうのもあるっていう感じか。ちょ、全然映ってないです。あれあれあれなるほどね。はいはい、ボシャククリストで次が、あ、やったー、ジャブラット2枚目。俺ジャブラットもなんか違うのかな、見ていい？あ、見たら次が分かっちゃう。次色を出して先にじゃん。何、あ、デストル強でね。ちょっと前までかなりね注目されて強かったけど、まあ再録されて良かったっていうねカードですね。ジャブラット自体は変わんないか。変わんないね。ジャブラットは2枚出たけど特にレアリティに差はないという感じ。ジャブラット2枚嬉しい。でまあこれも銀トレジャーだけどちょっと惜しいかな、惜しいかなという、ね、カードですね。はい、ありがとうおばちゃん、ジャブラット出してくれてありがとう。いや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 、よかった。さあということでばっちゃんが向いてくれたんで、まあ、残り2パックに、ね、なりましたけれど、いやばっちゃんが向いたら筋トレジャーぐらい出るかなと思ったけどなかなかむずいね。いやまあでもどっちかに筋トレジャーぐらいね入ってほしいな。お願いします。じゃあラスト2パックいきます。これでももう筋トレジャー2枚出たからとかってあんのかな、分からんね。 OK、 じゃあ気を取り直して残り2パックやっていきましょう。頼む、頼むよ、頼むよばっちゃん、祈る、もう祈っててね。じゃあいきます。スケルトン、デバイス、マサオカ、ドラム、ハイカ、あ、式神、オーダーメイド、ゴールのギトンっていうかブルーム、ブルーフすら来ないのがちょっと嫌な予感しますよね。次 VR ね、じゃん、あ、アルマシキモンジロね。これもなんか使われてたかな、わからん。次 SR か、じゃん、あーですね、これは招待状のね7パックでも引いたからさっきのね宿泊も合わせて3枚目だ、結構自然のねこの SR 枠前の段でもいつも、ね、引いちゃうんだよね。これ文字とかはね入ってないね。次が20枠ね、がルダン、あー母爵カイザーか、うん、まあカイザーさんは招待状パックでね1枚ゲットしてるんで、まあ、2枚目かな。ジャブラットもちょうど2枚という感じですね。次がトレジャーね、トレジャーが、あーエコルビア、はい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 、まずいぞまずいぞ、ここ頼む、もうラストここにかかってますね。ということでじゃあラストやっていきます。あーでもキントレジャーがね結構出てるっていうのもあってなかなか希望薄なところはありますが、ラストいきましょう。ハーブフィッシュラストね、いきますよ、いいですか、いきましょう。はい、ハーブフィッシュ、トライサウルス、シルシャールロット、ダンティラン、結局ブルームブルーフは出なかったね。ガビーンですね。でもこいつ強かったはず、確かコマンド持ちなんだよね、まあ、ハーファイターで、ね、まだ使われてないけど。次が、あ、クリスト、こちらさっきのね文字入りじゃないバージョンですね。うんで、はい、アカシキビション、あーここに来て VRVR でこっちはまた文字がね入ってるやつ、分かりづら、めちゃくちゃ分かりづらいけれど一応ここにね文字が入ってますね。で宿枠が、はい、あガーリングフェアリー、ね、この箱だけでガーリングフェアリー3つ絵柄揃ったんだけど揃ったというかね3つ出ましたね。これとあと通常版が揃えば4枚ゲットって感じの、カーリングフェアリー箱だねこれ、箱だね、まあ、可愛いからいいけどね。これはちなみに、あ、 A か、これ B だったらもっとねいい光り方してたんだけど。じゃあ最後のトレジャー、金トレジャー頼む、はい、あーラファミリーということで金トレジャーはです、終了。8パック8パックが1箱終了でございます。はい、ということで改めてワンボックスね開封終了。まあ2つはね2パックはお友達にプレゼントしましたので、残りのね8パック開けた結果がこんな感じです。一応レアリティ別にね分けました。まず
そうそうとセボカート、ね、出ましたよと。5枚かね、トレジャー枠で金トレジャーがね、あ、ってかこれさっき暴れマックスを黒トレジャーって言っちゃったけど、こいつ SR だったね。あの暴れマックスも金トレジャーでした。暴れマックスデストルツィーね、デストルツィオーね、ガイアシュカイザーの金トレジャーが3枚とトートレジャーが、まあ、5枚で、これプラスね、確かあ、違う、ここ8枚か、8枚だからいいのか、あ、この枠とこのちょっとよくわかんないわ、いいわ。で SR がね、文字入りのものがね、カーリングフェアリーと普通のもの、カーリングフェアリー、マーダンロー、レディゴカリゾミダーマ、ボルシャクパラフィオル、ネオールイマイラクレス、この6枚、これが SR だったね。で VR が文字入りのアカシックビジョンと通常のアカシックビジョン、文字入りのボルシャククリスト、文字入りはこの2枚かな。であとはボルシャククリスト、ガクブッチリッチモア、ゼナーク、バルベキュラ、ネクスの主攻、パーフェクトなんちゃら、アルマジキモチロという感じで、 VR はまあ、多分この文字入りのやつがね、こっちの SR 枠に入ってたから、88で2468っていう感じかな。まあ、文字入りの VR はね、SR 相当になるっていう感じかな。ただ文字入りのさ、ものと通常のものでね、かなりね、見分けがつきづらい、パッと見じゃね、わからんっていうのがね、結構謎ですね。謎というか、もうちょっとわかりやすくしてほしいなというポイントですね。まあ、だからこの8888かな、トレジャー枠が8、まあ、トレジャー枠は確定で、で SRO は文字入りの VR が8で、 VR が8で、シークレット枠かオーバーレア枠っていう感じで8、こんな感じのね、配出になってました。まあ割とね、なんだろう、解読なものではあるのかなと思いますね。絶対に SR とか出るし、まあ、何よりねイラストが全部ねかっこいいというか光ってるのがやっぱテンション上がるからね、普通に持っときたいものかなと思いました。まあ、今回ね、最初で売れないだろうと思ってね、買わなかったんですけれど、まあ、絶対買った方がいいなということで、次のね、このアドレナリンパックからは、ちゃんとね、予約をして買おうかなと思います。まあ、その分ね、今回の例があるから、争奪戦にもなるかなと思うけれど、まあ、1箱ぐらいはね、ゲットして買いたいなというところですね。まあ、ノーマルはね、それぞれ4枚ずつ、ホイール仕様のものが出たんですけれど、まあ、残念ながらブルーフはね出なかった。